さあ、はい、今回もですね朝食シリーズでございます。今回はちょっと念願でもあります、はい、もう見えてますけどもロイヤルホストさん。で結構朝のイメージない？そうだね、うん、朝食べたいよね。やっぱ有名なパンケーキとかね。ああそうね、はい、もうお腹空いてるんでね、行きましょうか。行きましょう早速、はい、8時から営業してますから ね早いな。わいやこのさロイヤルホストといえば、うん、このちょっと高級感ね。ね、なんかホテルの入り口みたいな、ね、そうそうそう。あ、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人、はい、はい、ね、ロイヤルトロピカルティーの香りしない？なんかね、カウンターもあるんだね。 ありがとうございます。失礼します。さあブレックファーストあんまり大きい声出さないでください。なんで私が今ちょっと思ったより大きい声出しちゃったからありがとうございます。わーテンション上がるかー。そうなんだよね。はい、はい、ありがとうございます。朝こんなにメニューあるんだ。充実してんのよ。でさロイヤルホスト系列っていうか、うん、ロイヤルってさ、うん、空港とかにもあるじゃない、うん、空港とかにもあって、うんうん、でこの朝ごはんね、うん、その飛行機乗る前とかもさ、うん、食べられる場所もあるんだけどさ、うん、和もあれば洋、ね、オムレツとか、うん、ロイヤルホストといえばオニオングラタンスープね。あーね、うん、ハンバーグ膳もあるんだ朝から。いやほんとよね。いやあえどうしたオムレツプレートの、はい、こうパンがついてるんだけど、うんうん、このパンを変えられるんだって、はい、パンケーキにモーニング英国風パンかパンケーキに。しかもさモーニング英国風パンに関しては、うん、無料で変えられるってこと？そう、でもやっぱ私はロイヤルホストといえばパンケーキっていうとこあるから、うん、このパンケーキのブランチプレート。あ、しかもこれさ、いいね、甘じょっぱいが一気に楽しめる確かにベーコンとソーセージと、うん、目玉焼きとパンケーキそしてサラダ。サラダなんというバランス。バランスいいね、うん、朝は本当は米派なんだけど、うん、でも今日はちょっとロイヤルホスト豪に従えって感じですか、ね、いや、あるんだけどね、あるけどね私はもう、はい、これをパッて開いた時の、はい、まず一番上にわあ、推しってことだね、多分。そう、ロイヤルホストが推してる、はい、ハム&チーズのフレンチトーストサンドプレート。おいしそう、おいしそう。めちゃくちゃ今日テンション高いじゃんいやだ食べれるんだもんえ、普段なんか抑制されてんの食べるなって減量中みたいなついてるじゃん、ベーコン、ベーコン、ソーセージ、はい、目玉焼きもさ、そこにハム&チーズのフレンチトースト、しかもフレンチトーストで、うん、これも甘じょっぱいじゃん。そう、はー、いや食べたいもんいっぱいあるな。ね、ジャワカレーも食べられるしね。うーん、じゃあ、あ、呼ぼう、呼びたい。あ、見せながらの何回も押さないでお伺いいたします。ありがとうございます、はい、スタッフも頼みます。はい、同時にお願いします。ロイホはさ、うん、ロイホでいいんだよね、うん、うん、いや私ウーバーとかもやってるからさ、うん、ウーバーも頼むのよロイホの。そうなんだ。で私が
一番そのハマってるメニューは、うん、ケールのサラダ。へえ。ケール、あのケールね、うん、緑の青汁のでしょそう、青汁。緑は大体予想つくけど青汁とかにも入ってる、うん、ケールに、うん、鶏肉と、うん、ナッツと、うん、あとなんか赤いカブみたいな多分やつ乗ってて、うん、ドレッシングもめちゃくちゃ美味しいの、結構でかいの、もうケールのサラダで、うんうん、でも2個頼みたくなるぐらい。へそんなペロッといっちゃう。ペロッといっちゃう、ペロサラダ、うん、なんか嫌だけどね、そのネーミングペロサラダはメロンフェアやってる。ごまかすかのように言わないでくれ。いや、これさ、すごくない？フレッシュメロンボールパフェって半分。お待たせいたしました。ありがとうございます。でか、結構な量。うわー、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらシロップミルクお好みで。ありがとうございます。いや、これロイヤルホストといえばこれなのよ。そうなんだ。さかなクンといえば結構いいじゃないですか。あ結構フリークなんですよ。うちの実家の近所に前あって、うん、でもう本当おじいちゃんおばあちゃんとよく行ってた思い出。そうなんだ。そう、なんかネタ書いてみて、2人でこれミレスでね、こいつ向き合ってると。はい、ケーキのブランチプレートでございます。はい、うわ、はい、お願いします。ハム&チーズのフレンチトーストサンドです。やばっ、マジ海外の朝食じゃん。やばい、綺麗ね。美味しそう。最高よ、すごいっすね。すごいですよね。めっちゃいい匂いする。朝さ、やっぱこれ食べに来たいもん ね。ほら、黄金に輝く目玉焼きとうわ、ね、お先。はい、ちょっとテンション上がります。それちょっとどころじゃないでしょ私はやっぱ甘じょっぱいが主義なので、うん、まずこのバターを、うん、うわぁ、これちょっとほら、このさ、丸くて可愛いバターを本当アイスかと思った。バターなんだ、ね、バターなんです。まんべんなく、これしかもたっぷりが嬉しいじゃん。あ、シラップ、はい、あ、まずじゃあ私パンケーキから行かせてもらいますね。はい、パンケーキから行くか、はい、いただきます。おいしい。もうふわっとして、でも昔ながらのパンケーキ、うん、あー、これが変わらない味、変わらないでほしい味昔からなんだ。はい、これをしょっぱいのと一緒にいただきます。これもあ、いいな、じゃがいも。そう、じゃがいもいいよね。これ切るのかな。え、どういうこと。こうやって食べる。え、どうやって食べてもいいと思うけど切らなかったらどうやっていくつもりだった。手で、こういうのもあるのかなと思って。でもいいんじゃない、自分の好き。でもフレンチトーストだから、うん、結構柔らかいからね、うん、うわ、いただきます。うわ、うん、美味しそう。あ、おいしい。その顔しなきゃいけないわけじゃないから。うん。あ、どう？甘じょっぱだよ。うわ。いいな。いいな。
自分が食べてるんですよね。ちょっと どうしたんですか。朝早めだから、まあ、しかも朝食食べてないから頭が回ってないんですよね。お待たせいたしました、モーニングジンジャーカレーでございます。あ、うん、出た。すごい目玉焼きついてる。本当だ。へえ。ジャワカレーいいっすね。いいチョイスだと思います。ありがとうございます。あ、嬉しいな、なんかロイヤルホスト好きな人。私さ、前その YouTube でさ、うん、写真で、うんうんうん、ね、何してたか喋る企画の時に、うんうん、1日、うん、ファスティング、うん、1日だけファスティングして、うん、お腹空きすぎて次の日ロイヤルホストのステーキ食べたって、うん、あ、言ってた、言ったじゃない、うん、もうだから実は言ってるんだけど、うん、芸人でロイヤルホストといえば藤井隆さんだから。そうだね、うん、ロイヤルホスト曲を出した出されたり、うんうん、ロイヤルホストでライブやったり、うん、すごいんですよ。ロイヤルホスト内で、ロイヤルホスト内で。お待たせいたしました。めちゃくちゃいい。朝は定食でございます。はい、うわー出た。わーや。いや、私でもこの間食べたからさ、和定食。出る味？うん。だから今回はこっち。うん、へえ。和定食先輩ずらしない。和定食パイセンだからさ、いいね、みんなそれぞれ違うやつでさ。ね。桑原さんが気になるところだよね。うん、パンケーキじゃない。ああ、予想？うん。お待たせいたしました。朝の和風ハンバーグ弁です。うわー。鉄板は熱いですのでお気をつけて。これだ。ハンバーグか。見に行く。へえ。やっぱり朝だからさ、さっぱりおろしで、うわー、焼き海苔もついて、最高の朝じゃない。強いな。ね。ハンバーグ。朝そんなグツグツして。ね。いい香りする。うん。どうぞ。いただきます。ありがとうございます。なんかお米も食べたくなっちゃうよね。うん、初めてです。え？カレー。めちゃくちゃ美味しくないですか？美味しいです。もうなんかいろいろ溶け込んでる感ありますよね。はい、結構辛め。そう。あ、そうなんだ。で、なんか横にその福神漬けっていうかお漬物の横についてる、ピンクのお漬物の横についてるのがなんか甘い。だからそれでちょっとこう調整できるっていうか。あ、本当だ。でも知ってる。全部先に言う。楽しみ奪うタイプだから。え、これなんだろうとかの前に、うん、あ、それは。それはなんか食べさせられてる。あ、大丈夫な人ですか？大丈夫です、僕は。先にあらすじとか全部読んでから映画 見れます。マジ？あえて読んでから行くんですか？なんかその本当全部すぐ知りたくなっちゃうんですよ。先が、うん、えで漫画一回一回読んでるとマジか分かるじゃないですか、うん、全部とりあえずそれが楽しいんだけど、うん、でも後からも読むんだ。はい、ね、細部は、ね、そんな書いてなかったですけど、うん、でもさ、あの、ま、甘じょっぱ例えば、うん、この人死ぬんだとかそういうのもあるじゃん、うん、ありますあります。それ大丈夫なんですか？大丈夫です。えぇ、ー、すごい顔してるなんか、もしかしたら、驚くのが苦手なのかもしれないですか？あ、あ、苦手なのかもしれない。なるほど。先に知っておくっていう。心臓叩いて。安心して、はい、石橋叩いて。あ、そうです。私の周りにもいて、うん、ドラマ大好きなんだけど、うん、それこそ一緒。なんか驚いたりするのが嫌だから、うん、あらすじ知って見るみたいな。へ、うん、結構さ、その驚きも含めてみたいなところあるじゃん、うん、こっちは何が起こるんだろうで、うわーとか、うん、恋愛とかも、恋愛のドラマとかも、うん、うわー、こ
こうやってくっつくんだとかさ、うん、でもそれ嫌なんだって。その驚かされたみたいなのが嫌なのかな負けたみたいな。いや単純に驚くのが怖いみたいなんか。でも作り手は、うん、この展開で驚かせて、うん、印象的に好きになってもらおうみたいなのあるじゃん、うん、作り手なのに。めっちゃ美味しいです。肉肉しいです。肉肉しいの2が朝から出てこなくてミニ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 ちっちゃくなっちゃった。ミニミニシーン。やべ、すげえ楽しいんだけどなんか大学生みたい。ファミレスで食べてる感じ。確かに。確かに。幸せだよね。こんな、あ、8時。あ、オープンだ。こういう曲が流れるんだ。確かに。でも穏やかなんだね。ね。そのなんで。店員さんに向けてじゃん、この音楽って、うん、だからさ、始まるよみたいなんじゃなくて、うん、今日も一日穏やかにお客様に笑顔と美味しいお料理を提供しましょうみたいな、うん、私もスーパーでバイトしてた時さ、うん、その開店の店員向けの曲がさ、うん、もう、うん、ガンガンもガーガーガーみたいな曲だったから。どんなオリジナル？オリジナルじゃないんだけど。オリジナルじゃないんだ。ちょっと忘れちゃったけど何かの曲のインストバージョンみたいな、うん、まあ言ったらロッキーとかそういうなんかこう奮い立たせるみたいな、うん、そうそうそう。だもうその曲聴くたびになんかもう憂鬱になってみたいな感じになるから、うん、こういう方がいいと思う。いい。店員さんのメンタル的にいい。使ってる携帯が iPhone なんだけど、うん、iPhone のアラーム音って、うん、ね、選べるけど、うん、そのすごいのよ。へー。もう起きろーみたいなそんな感じなの。そうはっってなる感じの音なのよ、うん、で時間は設定するんだけど音を設定するのいつもこう忘れちゃうから、うん、いつもその音になるんだけど、うん、今日、うん、まあ、ちょっと早かったじゃない、うん、で前に設定してた音のままその時間セットしたら、うん、めっちゃ穏やかな音を私設定してたの、うん、だからそれが流れたのね、うん、その時にすごい穏やかな気持ちで起きられたの、うん、なんかあ、やっぱ音って大事。うん、だよね。今もこの店内の BGM ハワイに来たみたいじゃない。確かにね。確かにハワイみたいに思えてきたねえハワイ。私もこれ食べてるのがパンケーキだしさ、なんかすごい、そうですよね、うん、うん、マジで海外いるみたい。最高。落ち着くね。ね、穏やか。ほんと、うん、マッサージとかも受けられそうな雰囲気じゃない？雰囲気。もうホテルじゃん。頼んだら。うん。あ、でもホテルですね。うん。確かにホテルの1階にロイホー入ってたら最高か。うん。最高。朝食食べてホテルでマッサージ受けて。うん、しかもさ、これ落ち着くのよ。なんかこの店内も落ち着くのよ。なんか目がリラックスするよね。うん。嫌な色使ってないじゃん。嫌な色って何？逆になんかその蛍光とかさ、うん、なんかなんていうの、眩しいみたいな、うん、じゃなくて落ち着いた。そうね。木と、うん、そう木がいいんだよね。そうそうそう。こういうさ、なんか別荘欲しいもんね。うん、こういう落ち着いた。確かに。だってあの。なんていうんだっけ、カーテンじゃなくてブラインド。ブラインドも木だよね。石原裕次郎さんもこれだったら覗くことないよね。はるかさんめっちゃ早いです。早いの、うん、今日早い今日早い今日早い。美味しい。はるかさん、これ初です。はい。はるかさんは朝は食べないです。朝は食べない派ですね。1日何食？1
一日まあ大体2食が多いけど、うん、まあ1食で済めば1食かな。済めばってことは、うん、2食は、うん、そんないらないと思って食べてるいらないと思う時もあるし、うん、その起きてから1食目がもう夕方6時とかだったらもういいかなとかなる。起きてから1食目が夕方6時って何時に起きてらっしゃるんですかそれはまあお昼くらいだけど。お腹空いて起きるってことないじゃん今まで。いや今まであるけど。あるんだ。で逆にその1食だけの時とかは、うん、でもお腹空いたっていうより起きなきゃ起きなきゃみたいな。やばい、もう1日が終わるみたいな。うん、そうそうそう、まだ寝れるけど、うん、起きとかなきゃとか、うん、そのすごいのはさ、その年齢でさ寝る体力があるっていうのがすごいよね。おーね、うん、どうなんだろう、全然寝れるけどね。もう何にも言われなければさ、どれぐらい寝てたい、うん、全然1日中24時間二度寝ができない。二度寝はできるな。私でもあえて二度寝するように目覚まし設定する。あ、私もなんか体にもうそんなに寝てなくても寝たよって思わせたいみたいな。確かにそれいいな。私もって言ったけど、うん、私は二度どころじゃなくて5度寝ぐらいしないと起きれない。でもさ、5度寝ぐらいになったらさ、もうさ、うわぁ、目覚まし、なるなって思いながら目つぶってるわけじゃん。そう、寝れてないよね寝れてないけど、その時間が、そう、その、あと15分後になるみたいな、うん、15分も目つぶってていいのみたいな時間が絶対欲しいの。終わりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ロイヤルホスト桜新町店さん、ありがとうございました。